相対論入門講座。ダークエネルギーの登場。アインシュタインが自分の重力場方程式に導入し、ハッブルによる宇宙膨張の発見により、自分の生涯で最大の過ちだったとして削除した宇宙光が蘇りつつあるのです。しかし、今や宇宙光は数学的にほとんど同じ役割をするダークエネルギーとして蘇り、観測の飛躍的進歩により宇宙進化の全体像を観測と矛盾なく説明するために不可欠なものとなったのです。ダークエネルギーの物理的正体は謎のままであるが、宇宙の物質エネルギーのおよそ 70% を占めるものとして、その存在は疑いようのないものになっているのです。宇宙赤力の発見と宇宙年齢の矛盾の解消。1998年、カリフォルニア大学バークレー校のパール・ミュッタラをリーダーとする超新星宇宙論プロジェクトチームと、オーストラリアマント・ストロム天文台のブライアン・シュミットをリーダーとする高赤方変異超新星探査チームが、1A 型の超新星の明るさを測定し、双方が独立に宇宙が約60億年ほど前から加速膨張をしていることを発見したのです。その観測結果から、現在の宇宙は真空のエネルギーで満たされており、その密度は宇宙の臨界密度の 70% になっていることも明らかになったのです。アインシュタインの宇宙方程式に挿入された宇宙光ラムダは、真空の持つエネルギー ρV とラムダイコール 8π ラージ G ρVC の事情と結びつけられており、一旦は否定された宇宙光が蘇ることを示しているのです。真空のエネルギーは初期宇宙においてインフレーション膨張を引き起こした宇宙空間を押し広げる力の源となったものであります。観測された現在の真空のエネルギーは、インフレーション時と比べると、比較にならないほど小さな値であるが、現在の宇宙は、この宇宙赤力により膨張が加速されていることが明らかになったのです。2011年のノーベル物理学賞が、パール・ミュッタ、ブライアン・シュミット等の業績に与えられたのです。その後、この未知なエネルギーに対し、ダークエネルギーの名称で呼ぶようになったのです。銀河や銀河団の中、その周辺に存在する正体不明な物質、ダークマターと対比され、認識されるようになってきたのです。1998年、ハッブル宇宙望遠鏡により、ハッブル常数を精密に求めた結果、71kmps/mgps が得られ、さらに2013年、
プランク衛星の観測結果により 67.15 プラスマイナス 0.80 キロメーターパーセックパーメガパーセックが得られ、これにより宇宙年齢は138億年になり、大きな問題であった宇宙年齢の矛盾が解消したのであります。WMAP 衛星による新しい試験。2001年、米国 NASA は宇宙背景放射観測衛星コービーの後継機として WMAP 衛星を打ち上げたのです。WMAP 衛星はコービーの約30倍細かく宇宙背景放射の空間的違法性を観測できるのです。得られたデータをアインシュタイン方程式から導かれる宇宙膨張の式や宇宙物質密度の揺れ具合の定常の式と比較することにより、現在の宇宙年齢、ダークエネルギー、ダークマターなどの値、最新の宇宙パラメーターが得られたのです。これにより宇宙年齢138億年、宇宙の通常の物質 4%、ダークマター物質 23%、ダークエネルギー 73% の割合で存在していることが明らかとなったのです。この結果、我々宇宙の 96% は全く未知な物質、エネルギーで成り立っているという驚くべき結果が出たのです。さらに、超新星の観測結果と合わせて解析すると、通常の物質、ダークマター、ダークエネルギーの合計はほとんど宇宙は平坦であることを示しているのです。この解析結果は、インフレーション理論の予測とも一致し、観測的にインフレーション理論を裏付ける結果になったのです。WMAP 衛星の観測結果から描かれた宇宙開闢38万年頃、すなわち宇宙背景放射が宇宙に放たれた時点の宇宙密度の揺らぎ、凹凸は10万分の1程度と極めて小さなものであった。この密度揺らぎが次第に成長しながら固まっていき、星や銀河、銀河団が形成されていったと考えられているのです。この成長の過程をスーパーコンピューターによりシミュレーションして、現代の宇宙構造が再現できるかという研究が行われており、ダークエネルギー 73% とした宇宙モデルを採用すると見事に再現できることが分かったのです。この結果からもダークエネルギーの存在、その割合の妥当性が証明されたのであります。では、その正体は、ダークエネルギーの物理的正体は全く不明であります。最も素直に考えるならば、ミクロの世界を支配する量子重力的揺らぎと考えるのが常識でありますが、現代の理論で計算すると、観測されている値の120桁も
大きな値となってしまうのです。ダークエネルギーの時間的変化や空間的変動がないか、それらを宇宙の大規模スケールで観測する計画が進んでいるのですが、まだ有意な変化は見つかっていないのです。およそ60億年前、宇宙膨張はダークエネルギーにより減速から加速へ変化したと推測されているのですが、ダークエネルギーの値がこのままの値でとどまるならば、宇宙膨張は加速されて1000億年後には我々の住む銀河系以外のすべての天体は遠ざかり、我々の視界から消えてしまうことになるのです。現在の加速膨張もいずれ統一的に理解されることになるだろうと思います。ダークエネルギーの謎は現在宇宙の最大の謎であり、我々の想像力をかきたてる謎であるのです。しかし謎があるということは素晴らしいことで、ダークエネルギーは新たな宇宙像を描く鍵となっているのです。今世界中の研究者がその正体の解明に様々な挑戦を試みています。体調を崩していましたが、研究生諸君の励ましにより仕上げることができました。ありがとう。